ルソーシャルスマイルリポート南光サンセット TV にようこそ。おいでいただきました。いきます、リニューアル初、いきます、いきます、あなたの笑顔をスマイル。じゃあここは最高のサンセットビューが楽しめる大阪住之江区は南光 ATC 内 ITM 棟10階南光サンセットホールで公開生配信しております。さてこの番組は笑顔と元気をキーワードに多彩なゲストを招いてのトークや音楽の生ライブ、住之江区と南光 ATC の情報、シオンのコンサート情報、サンセットフォト投稿などなどなど盛りだくさんの内容で楽しんでいただきます。テレビじゃない、ラジオじゃない、視聴者参加型のユーストリームだからこそできる、そんな番組にしていきます。大変長らくお待たせをしておりました。リニューアルを言った瞬間にもうあの20分遅れで始まるというあれなんですけども、どうですか、声は聞こえてる、あれあれって来てるけどな、大丈夫かな、いけるかな、今は声が聞こえてます、動画ゆな動いてますかどないやろか。今日なのね、やっとあのソーシャルストリームだけの見方とかも分かったりしたので、あれやな、サファリから見ればいいやな、そうユーストリーム あのアプリから見たらなんかソーシャルストリームだけは見れないとかで、そうあの今日は新しい気持ちでやっていこうかと思うんですが、もう前置きはさておきですね、もう速攻呼んじゃいましょう。どうでしょうか、聞こえてるかどうかだけあのチェックしたいということです。どうでしょうか、コメントいただきたい、どんな感じやろうか、あれっていうなコメントだけ来てるからな。やな、やひヒロさんありがとうございます。そうやねん、あれやってんけどな、今はどないですか。あれそうやんな、謎やったやろな、さっきからちょっとつながれへんくて、今から始まるよ、チャンネルそのままでお願いしたいんですけども、聞こえてます、来ました、このなソーシャルの、あ来た来た来た、聞こえてます、いやーヒロさんありがとうございます。そのあなたの一言で Q が大丈夫ですか。はい、それでは参りたいと思います。お相手はこの番組のナビゲーター&スマイルハンターシンガーラブソングライドのユナです、よろしくお願いします。おイエーイ。Today's guest、本日のゲストコーナーは地元住之江区は南光で教室授業、サポート授業、イベント授業を長く展開されている NPO 法人エスペランサの理事長牧美恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。イエーイ、もうすぐこんばんは、もうすぐこんばんは。大変長らくお待たせをしておりました。お願いします。どうぞどうぞ。よいしょ。よかったよかった。やっと聞こえたみたいで。もう早速なんですけれども、はい、簡単に自己紹介の方ですね。お願いします。はい、NP 法人エスペランサの理事長の牧美恵です。どうぞよろしくお願いいたします。もうすぐこんばんは。さっきもうすぐこんばんはなんですって言ったら、えぼちぼちこんばんはっていうね、あまた新しい言葉できた言ってね、盛り上がってたとこなんですけれども、牧さんにも今日はねたっぷりとお話聞いていただきに行こうかなと思うんですけれどもですね、まず南光にずっとお住まいなんですね。はい、そうです、うんうん、昭和57年から生まれは違います。違うんです、ね、生まれは千葉生まれです。あ、そうなんですね。千葉、はい、おしゃれなところ。へえ。それで、南光に来て、でもだいぶね長いっていうことですかね。はい、もう三十数年ですね。はい、今のでもうね、私がわかるかもしれないなんですけれども、あの NPO 法人エスペランサ設立のきっかけからお聞きしたいんですけれども。はい。いかがでしょうか、あのお名前 の, あの意味っていうのも先お聞きしようかな、はい、エスペランサ、エスペランサっていうのはスペイン語です、うんうん、で希望の花を咲かせましょう、はあ、ということで、名付けております。スペイン語で、はい、もうそういう意味が込められてる、はい、そうです。なるほど、どういうあの設立のきっかけっていうのどんな感じで
なったんですかね。はい、私たちが来たのは昭和57年なんですけど、はい、ちょうど30代に、頃に南港来たんですけど、はい、きっと高齢化社会になるであろうと予想しまして、はい、私も子育てを済んだ後、そういう、高齢者の人が楽しめる場所と、はい、それから、なんて言うんですか、地域の人たちに喜んでいただける場所づくりをしたいなと思って設立しました。はい、やっぱりねそこが一番根源となるんですよね。はい、はい、ということなんですけれども、まず教室授業たくさんあるって聞いたんですけど、はい、ちょっと紹介していただきたいなと思います。はい、はい、こちらを見ながらはいいかな。はい、ポートタウン西ビル、うんうん、それから ATC、はいはい、それからコスモスケアで大体30ぐらいのカルチャースクールがカルチャースクールがあるということで、はい、うんうん、3、3つの場所でですね、はい、うんうん、どんな感じのクラスがあるっていうの。そうですね、楽しい日本の歌、はい、先生がですね、はい、歌唱指導してくださって、はい、高齢者の方がすごく楽しみされている教室です。うんうん、はい、あとデジタルカメラとか、はい、パソコン、はい、と茶の湯、はい、茶を立てる、はい、そうです。やっぱりそうなんだ、うんうんうん、あと韓国語教室とか、はい、ろうの花がすごいちょっと気になるんですけど、はい、ろうの花っていうのは髪をこうきれいに切ってですね、うんうん、ろうにつけ込んで、はい、それで、はい、なるほど、いろんなお花を作成するっていう、うん、はい、ろうそくのろうですね。そうです、そうです、楽しいですよ、うん、素敵ですよ、うんうんうん、なるほど。あとビーズアクセサリー、はい、優しい着物リフォーム、はい、とハーモニカ、書道、いや本当にたくさんあるんですけれども、うん、と ATC の中ではコアトレ、はい、コアトレーニングとか、うん、それからあと、うん、卓球とか囲碁とかもしてます。はい、ここには書いてないんですけど、はい、卓球とか、はい、ヒーリングとかもしてるはいんですけど、はい、あとコスモスクエアですね、はい、では楽しい歌声サロン、うん、はい、ラッピング、着付け、ケーキフラ、はい、子供のフラですね、うん、ああ、はい、なるほど。であとフラもあるということなんですけれども、うん、今日はなんとはいね、はい、ポートタウン西ビルでも美しい日本の歌を教えてらっしゃって、うんうん、でコスモスクエアでも、はい、楽しい歌声サロンで、はい、先生をしてらっしゃる、田島よし子さん、はい、はい、ソプラノ歌手なんですけれども、あと西川玲子さんが来てくださってるので早速お呼びしたいなと思っております。どうぞ早速ですね、本当長らくお待たせをておりました。ぼちぼちこんばんは。ぼちぼちこんばんはいただきました。今日できた言葉でぼちぼちこんばんは。ありがとうございます。まだ映ってないから、ね、ちょっとお待ちくださいね。はい、だだだだだだ今日たくさんねお客様も来てくださって嬉しいです。リニューアルっていうことなので、ゲイ映った映ったお願いします。では自己紹介の方だけお願いします。はい、はい、ソプラノの声楽家ですけれども、はい、田島よし子と申します。この南港に、はい、マキさんと同じように、うんうん、昭和57年から住んでおりますので、うんうんうん、年がバレます住まれてるしということなんですけれども、はい、で今度ですね、南港サンセット TV のプチミニライブ、サンセットライブになるんですけれども、はい、ゲストで、ごめんなさい、ゲストに変わったということなんですけど、今度ね、6月14日、6月の2週目、第2火曜日のゲストで来ていただくことが決定しております。イエーイ、ありがとうございます。ということなんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。その時にですね、演奏をしてくださるんですね。はい、その時 の, 一緒に演奏してくださる、はい、ピアニストさんですけど、西川玲子です。はい、西川さんです。今日本当にお越しいただきありがとうございますなんですけれども、教室をねされてるというか、どんな感じでしょうか。うんうん、皆さんとご一緒に別れたり合唱とかにならずに、はい、清唱なんですけれども、はい、ただわーっと歌うだけじゃなくて、ちょっとでも綺麗な声で歌えるように、少しでもこう
発声とか、はい、その歌い方のこととか、うん、呼吸のことですとか、うんうん、高い声を出す方法ですとか、はい、そういうことも一緒にあの教えしながら皆さんで楽しく、はい、歌っております。その曲もあの、はい、童謡から昭和から、クラシックの曲、うんうん、この道などもありますし、うん、それから歌謡曲もあります。うんうんうん、愛さんさんとか、わいいですね、川の流れのようにですとか、はい、はい、あの人気の曲たくさん、あの皆さんよくご存知の曲ばかりが入った曲詞を使いながらやっております。はい、うんうん、はい、ということなんですけれども、あの、ま、今度ゲストでお越しいただいた時もあの告知はしていただくんですけれども、なんとこちらですね、はい、たらーこっちで映そうかな、アップでどうでしょうか。こっちのカメラ2カメで映しながら、これまっすぐなのでそれ折れてるので、あ、ごめんなさい、いただきます、こっち本なら、たらー、すごいスペシャルです。こちらがですね、6月26日、はいはい、田島よしこアニバーサリーコンサートということで、スペシャルコンサート、はい、させていただきます。はい、日本歌曲から、はい、それから、オペラのアリア、うんうん、それから私の所属しております今現在生きてらっしゃる詩人とか作曲家の方が作られた私のために作ってくださった曲ですとか、はい、はい、初演した曲などもありますので、そういうものを歌おうと思ってます。はい、日曜日です。はい、なんとここ南湖サンセットホールであるので3時からです。あ、3時からです。はい、ぜひ、2500円です。イエーイそうやで、それで聴けるというか、全あの本当にね、すごいね、いい録音で、いい本で、はい、本当に大好きで、はい、あのよく演奏させていただいてるんです。そうなんですね、はいはい、14日も生演奏があるということで、いやお楽しみにありがとうございました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、6月の14日お楽しみにということです、はい、その時にもね、はい、この告知ももう一度していただきましょう、はい、いうことなんですけれども、で、そうですね、こちらちょっともうちょっと詳しく聞いていきましょう。はい、はい、で、そうですよね、マキさんがされてたりとかよく覗いてるとかっていうのはあったりするんですか。そんなことはない。ね、一応総括をしてるので、うんうん、一通りは全部教室ね、うんうん、時間があれば、はい、あの見せて行ったり、うんうん、受講したりしてるんですけど、全部行ってたら大変ですもんね、かぶ、はい、ってる時間もあったりするのでね、はい、うんうん、あのこういうのも、フェイスブックページじゃなくてホームページですかね、フェイスブックかな、があるので、はい、ぜひとも、はい、あの検索をしていただきたいなと思っております。でサポート授業などもお伺いしたいんですけど、はい、今はね教室授業を教えていただいたんですけど、はい、サポート授業、はい、サポート授業って言いましても、はい、あの介護保険に適用しないサポート授業が随分あるんですよ。それで、あのそれをですね、うんうん、まあ私ども1時間1000円でですね、うんうん、仕事を受けまして、はい、そして、まあ、高齢者の方にしていただいたりとか、うん、でそういう必要な方に、はい、うん、あのお話をしたりとか、うんうん、お買い物したりとか、はい、病院をお連れしたりとか、まあ、それが一つのコミュニケーションになるんではないかなと思って、うん、すごいニーズあります。あ、本当ですか。はい、やっぱり、うん、やっぱりあの想像したようにやっぱり高齢社会になってきたっていうので、はい、そうですね、はい、もう想像通りなのでやっぱり、はい、企画されてたことがすごい現実になっていく感じですかね。はい、そうです。ですよね、いやすごい需要があるっていうのがすごいいいですね。そしてそしてイベントもされてるんですけれども、はい、こちらをまずはい、はい、紹介させていただきます。どうでしょうか。こちらはあるのかな、画面がね、ないですか。じゃあ映します。たらこれなんですけれども、今日ね、駅降りたらすぐに、はい、立てかけありました。そうですね、はい、なんですけど ATC お楽しみ大運動会、はい、ね、大運動会、はい、どんなイベントなんでしょうか。あのね、うんうん、地域の人たちを巻き込んで、はい、普通小学校とかで運動会あるんですけど、そういう運動会じゃなくて、うんうん、あの地域の人たちが楽しめる運動会で、はい、うんうん、もうめちゃめちゃ変わった内容のものをしようと思います。何やるか、はい、例えばですね、はい、一つ例を挙げますとですね、うんうん、
新鮮な野菜を、はい、九州の方から取り寄せてして、はい、じゃがいも、人参、玉ねぎとかカレー粉なんかを入れて用意どんで、はい、主婦の方とかに、はい、袋をご持参していただいて、うんうんうん、それを詰め放題で詰めていただいて、詰めていただく、でそれを商品に持って帰っていただく、持って帰っていただく、うん、用意どんで詰め放題、はい、そして持って行って帰っていただく、うん、すごい、はい、そういう競技みたいな、でもとにかくなんか運動会っぽいような見た目的に、はい、っていう感じで、はい、あれなんですかね、こういう名前がついたのかしら。それとやはり、うんうん、地元の人のスポンサーがたくさん、はい、参加してくださるんです、はい、例えばサンフラワーさんだったりとか、パンスターラインさんって韓国の、はい、うん、それからハイエットさんだとか、うん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 、はい、ATC さん、はい、その人たちの、なんていうか PR も兼ねてですね、なるほど、はい、うんうん、できるだけ皆さんに知っていただきたいな、うんうんうん、はい、なんといってもね、はい、大阪南港 ATC のピロティ広場なんですもんね、はい、会場がね、で野外なんですけれども、うん、それこそトレードセンター前、はい、下車でお願いしたいんですけれども、6月の18日ですね、はい、そうです、はい、土曜日です、はい、受付が12時半から始まって、はい、開会式ですね、運動会みたいな感じで、開会式は13時、はい、1時から、で閉会が4時になっておりますね、はい、そうです、うん、もう3時間やったらあっという間に過ぎるんちゃいますかね。そうなんです、うんうん、今ね、はい、企業の方もいろいろコラボしてやっていただくんですけど、はい、まだ若干空きがありますので、よろしければはい、できました、はい、まだいけるって、ぜひともご参加ください、うん、はい、これが結構気になる、プロデュースドバイ達夫さん、はい、達夫さんの大がね、くっつきの大やしね、すごい気になってたんですけど、ね、はい、達夫さんが、はい、おられるんですけど、多分テレビでもよく見られる方だと思いますよね、タレント活動もされてる、うん、っていうことなんですけれども、はい、来られるんですかね、やっぱり、はい、そうです、うんうん、ぜひね、会いに来てくれ、関西を中心に音楽タレント活動を展開している、はい、音楽部門でもユニットで 2T でギターコーラスされているということで、はい、おはよう朝日です、そうです、に出演中、あ、そうなんですね、はい、うんうんうん、看護師の顔も持つマルチタレントということで、すごい、ぜひ、直接ね、会いに来ていただけたらと思っております、はい、はい、ではまだまだありますよ、次に行きましょう、はい、こちらの方ですね、こちらに行きます、こちらがサンセットハワイアンフェスティバル2016なんですけれども、出演者を募集しているということで、もう、はい、ほぼほぼ埋まってます、埋まってます、はい、これが大人気ということでね、はい、そうです、はいはい、6月14日にも5月の14日、うんうん、もう間もなくなんですけど、はい、もうエントリーすでにしていただいて、はいはい、だいたい総勢350人ぐらいが、うん、出演していただけます、うん、すごいすごい、そうか、それがあって、うん、そのあとですね、はい、6月も、19日ね、うんうん、それから7月も3セットがあって、うんうん、はい、なるほど、5月14日、6月19日、うん、そして7月なんですね、はい、で7月のチラシがこちらということで、はい、はい、もう埋まって、7月がもう埋まってたりするんですね、もうほぼほぼ、はい、もう、まあ、これは、うんうん、どんな感じで、もうこれね、ずっとね、毎年やってるんですよ、そうですよね、それでね、ATC はロケーションが良くて、うん、で私どもはですね、はい、出演料もお安くしてますし、はい、もう本当のおもてなしのフラっていう感じで皆さん楽しみにされてますから、はい、近畿一夜元より神戸、名古屋、そちらからの方のエントリーもございます、はい、これね、本当ここに あるようにね、やっぱり海をバックにみんなするので、はい、うん、毎年 Facebook でもね、フラの記事が上がって写真が載るんですけど、うん、はい、あれ僕どこやろうって思うぐらい、ね、ハワイかなって思うぐらい、そうなんです、はい、素敵なんですよね、うん、ここでやってるのに、すぐここでやってるのに、はい、 そうそう、すごい雰囲気がいいので、はい、ぜひぜひ、まだ少し空きがある、はい、はい、そうですね、7月はね、はい、ということです、こちらですね、もう一つこちらも大丈夫ですかね、はい、はい、タラーンですけれども、スナックゴルフ開催とか普通のゴルフ教室も開催、大人のゴルフも、こちらか、はい、
プロの先生を来ていただいてですね、うん、あの本当のゴルフを、うん、伝授したいなということで、なるほど、安くて、うんうん、楽しいゴルフ教室です。プロフェッショナルな、うん、これはこっちは子供ちゃんもしてはりますね。はい、そうです、うんうんうん、なるほど。ちなみに先生は大東先生。あ、はい、こちらの方ですね、はい、日本国あのゴルフ界で初の博士プロ、はい、はい、博士プロですということなんですけれども、すごいですね。そう、もう直々に教えていただく。はい、そうです。はい、参加費がですね、小学生、うん、そうだよね、小学生ができるというのがまたね、うん、いいですよね。1回1000円、うん、で中高生が1回1500円、一般の方もなんと2000円で、はい、そうです、はい、してもらえるので、うん、あの無料貸し出しクラブもありますということなので、ね、はい、ぜひぜひ、こちらが ATC チャリティーゴルフ教室というのは11階のエイジレスがある、はいはい、そこの広場でやっております、はい、ぜひこちらで調べてみてください。はい、はい、ということなんですけど、結構だからイベントもあったりしますよね。はい、あります。で、あのマキさんは方面でもご活躍されてるというふうにはいろいろ聞いて、もう先ほどの方もいろんな方がね、あ、マキさん、マキさんって出会いに来てくれはるんですけれども、あのどうでしょうか、あのこれからのこととか。はい、はい、あの私はですね、地元密着、はい、それとバックにあるサンフラワーとか、はい、それから韓国のパンスターラインっていう、はい、そういう人たちとコラボしてですね、うん、ATC 初、九州へとか、ATC 初韓国へとかいう、そういうね、コンセプトを作りたいと思ってます。なるほど、はい、そのためにいる。でももう韓国つながってますもんね。はい、つながってます。あ、もう夢じゃないです、もう現実になりつつあるということなんですけれども、はい、やはり昔からいろんなところに行かれてたりするんですか。はい、若い時にはうん、うん、東南アジア青年の船とか世界青年の船がありまして、はい、それをですね、実際に、3ヶ月ばかり行って、うん、世界の国をですね、まあ、5カ国ほど、インドとかタイだとかシンガポール、マレーシア、うんうんうん、スリランカとかそういうところに回ってですね、まあ、なんていうんですか、うん、そういう本場の、はい、私たちが高齢者になった時にね、うんうんうん、どう過ごされているかというのを、はい、20歳ぐらいから研究してました。へえ、そんな時から、うん、で、うん、エデュケーション、教育について、はい、幼児教育とか、はいはい、そういうのを考えてました。やっぱりそういうところ、うん、いろいろ考えてたんです、その時代、うん、のその時から、はいはい、やっぱいろいろやっぱりインスピレーションありましたか。はい、うん、あの多分日本は、うん、あの豊かで恵まれてる国なんですけど、はい、あの決して心が豊かでないっていうのも、はい、海外はもうなんて物資は豊かでなくても、うん、ものすごい心が豊かなんです、はい、それをなんとかその文化をね、うん、自分の身近から受け入れていきたいなと思って。なるほど、はい、そんな真紀さんなんですけれども、あの娘さんは、はい、ね、今あの実は台湾におられるということなんですけれども、うん、なんでまた台湾やいうことなんですけどね、ただこちらのカメラ行きましょうかね、本を出されてるということで、はい、こちらですね、牧佳代子さんなんですけれども、はい、娘さんは何をされてるんですか。はい、あの、はい、娘はですね、デザイン事務所と飲食と、はい、それともう一つは自分で、3カ国語を話しますので、はい、キリンさん、はい、南海電鉄さんだと一緒にですね、とにかく大阪からおもてなしを始めようということで、はい、インバウンドの仕事で、日本全国、はい、海外に至るまで、回っております。親子ですごいというね、ほんでここに裏ナンバーってあるんですよ、うん、私よく裏ナンバーでも歌ってたの、はい、歌わせていただいて すごい今盛り上がっててね、はい、イベントもいっぱいあるので、うん、その裏ナンバーを仕掛けたのは娘が仕掛けた。すごいな、はい、ここにも黒門市場って書いてるんですけどね、はいはい、いやいや、うん、すごい、大阪のおもてなしはここから始まったいう、こういう本なんですけど、はい、ぜひまた皆さん手に取ってよかったら、はい、見てみてください、はい、今は台湾でまた、はい、来週は上海に行って、はい、うん、行かれるということなんですけど、はい、まあでも南港にお住まい、はい、お母様、ニーネさんは、
南港のポートタウン西です。西ですね、はい、に住まれてて、はい、娘さん佳代子さんはコスモスクエアに住んでおられる、はい、親子であの南港で住まいということで、それもねすごい縁があって、今度ちょっと佳代子さんにも出演していただきたいなって企んでおります。お願いしますとか言って、はい、なんですけれどもいかがでしょうか。そんなね夢もお持ちのマキさん、どうなんでしょうか。大丈夫ですか。はい、言い残したことはないでしょうか。大丈夫ですか。はい、はい、はい、うん、またね、南港サンセット TV でもこのイベント近づけば、告知もしていきたいなと思っております。はい、また出てください。お願いします。はい、最後にですね、マキミエさんにとって南港とは。はい、南港はですね、はい、とにかく ATC を中心にね、希望の花の垂れ巻きをいっぱい今してます。はい、その花が、ね、いつか大輪ですね、はい、小さな花も大きな花もいっぱい咲いて、はい、この南港はとっても素晴らしいっていう、第二のふるさととして、子孫にですね、はい、子供たちに残してやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼いたします。ありがとうございました。第二のふるさとってね、いいですね。ありがとうございました。今日はゲストに牧美恵さんお越しいただきました。ありがとうございます。いかがでしょうか。早速次のサンセットライブに行きたいと思います。今まではねプチミニライブでした。だけどもうせっかくサンセットホールでできるライブ、グランドピアノもあるのでってやっぱりサンセット入れたいなっていうことでサンセットライブということになりました。さあ本日5月10日リニューアル初のサンセットライブお越しいただいているのは、関西を拠点に活躍する人気デュオユニットアンティークの陽子さん、そして愛理さんの登場です。お願いします。そうなんです。愛理さんなんですけれども、前回にも出ていただいたんですけれども、リニューアル初はこちらのアンティークというねユニットで出演していただきますですけれども、今日はね朝から雨が降っておりますか。もうね関係ない。そう、きっと一気にサンセットホールが輝くんじゃないかと思っております。5月10日南港サンセット TV リニューアル初日アットサンセットホールのサンセットライブ、今からお届けします。ちょっとコメント読んでみようかな。どうでしょうか。はじめちょっと20分あれやったんですけれども、パタパタとね Wi-Fi の調子があれだったんですけれども、あ、コンコムさんありがとうございます。声が響いてる、あ、よかった。ということは聞こえてるってことですね。きたー、アンティークヒロさんありがとうございます。やっぱりそうだったんだな、嬉しいです。コメント届いております、ありがとうございます。ではどうでしょうか。はい、それではお楽しみください。ジョイナーズ。Now it seems to me some fine things
Scared to lose.
say I'm only here when I want to ありがとうございました。新宿のお二人でした。それではお呼びしましょう。お願いします。ありがとうございます。今回からなんとサンセットライブのゲストの皆さんにもお話をお伺いできるようになりました。イエーイ、イエーイ、嬉しい。一気に華やぐ。イエーイ、遠のいと。そうなんです。ちょっと高額な感じ。ようこそお越しいただきありがとうございます。リニューアル初ということなんですけれども、はい、ぜひもうたっぷりと告知の方もしていただけたらなと思います。はい、そうですね。はい、はい、アンティークと申します。はい、結成8年目を迎えまして、関西を中心に、はい、邦楽のカバーとか洋楽のカバー曲を中心にピアノと歌で、はい、活動しておりまして、最近ですね、はい、4月の14日に新しいアルバムが出ましたよ。こちら洋楽の、はい、カバーアルバムになっておりまして、8曲洋楽が、はい、違う、7曲の邦楽じゃない、洋楽と、愛理のピアノのオリジナルインスト曲が、言ってた曲、はい、そうそう、入っております。これが先月、はい、発売になりまして、今2曲目に歌った Stay という、うん、曲が一応サブタイトルにもなってる、うん、ラブバラッドカバーズ Stay というアルバムが出ました。はい、出ました。あ、今出ました、ね、ありがとうございます。そしてこの右側に、うん、はい、あるメローというアルバムが、うんうんうん、今1曲目に歌ったデスペラードが入ってるアルバムで、もう2年半前、もう3年前、うんうんうん、約3年前に、はい、発売したつやべ曲でございます。こちらは6曲入ってます。はい、本当や、洋楽の6曲入りです。これ見てね、さっきも聞いちゃったんですけど、うん、兄弟って言われることないですか？最近ね、よく言われる。最近特に言われますね。あ、8年やってて、でもどんな本当に兄弟みたいな感じですか？そうですね、8年ってすごいですからね。すごいです、本当びっくりしました。その時生まれた子がもう小学生ですよね。今日ね、ヨコさんに初めてお会いするんですけど、はい、お二人の出会いっていうのもお聞きしたいな。多分ね、皆さんはファンの方は知ってるかもなんですけど、うん、そうですね、はい、本当それこそ8年前、7年前に、うんうん、そういう演奏、私ソロで結構その、うん、いろんな方とやらせていただいてたんですけども、なかなか年が近い、しかも女性と一緒にやることって全然なくって、で知り合いのギタリストの方に、ちょっと関西で一番綺麗なピアニストを紹介してくださいって言って、もうほんな間違いない、ね、そうです。それが本当に、でもそれが出会いで、うんうんうん、で1回初めて演奏して、うんうん、その時はバンドだったんですけど、うん、その翌週ぐらいに、そこ私1回しか会ってないのに電話かけて、うんうん、来週から毎週土曜日一緒に演奏してくれませんかって、ラブコール来たんです。そうそうそう、全然喋ったことほとんどないのに、ね、そうです。それがきっかけで、でもね、でそれから毎週こう、うん、バーでライブをするようになって、うんうんうん、毎週って、でもすごいですね。そう、そう、しかも、もうその時レパートリーなんかも全然私自身がなかったんで、本当にその週その週で増やしながらやる、同じ曲3回ぐらいやったことありますし。まあ、でも言ったらその時からのお客さんとかっていうのは、そうです、未だに、未だに、もうね、年、うんうん、は取らないことになったので、うん、は今年からも年か、はい、数えないことです。結成年数は増えていくんですけど、個人的な年齢は増えていかないので、忘れましたと、謎な感じのね、そういう感じになっております。はい、ぜひぜひ、近いうちのライブとかも、はい、はい、たくさんあるんですが、まず大阪は5月の15日の日曜日、はい、こちら森口のムーブ
21と読むかな、ね、21かな、うん、森口市にあるホールの、1階エントランスでロビーコンサート、ロビーコンサートをさせていただいて、お昼です。お昼でございます、はいはい。で、次が19日、5月19日木曜日、はい、こちらは心斎橋のバーソナーレさんで、20時頃からライブします。そうですね、はい。で、6月18日土曜日、あ、今これね、はい、ありがとうございます。あ、これは違うかな、これは違うかな、それは5月のやつだね。で、6月の18日土曜日は重曹ニューサンローランさん、こちらも夜です。そして一番大きいのがですね、今出していただいてる、出していただいてる、6月21日に東京は荻窪ルースターノースサイドさんで、オレンジスターさんとツーマンライブをさせていただきます、はい、東京ライブです。東京も結構行かれる。東京何回か、ちょいちょいね、はい。東京ライブぜひ来ていただきたいんで、はい、ぜひ詳細はホームページにて、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。Facebook もね、ありますよね。何でもあります。はい、全部あります。一通りある。YouTube もあります。チェケチェケ。ホームページもアンティークだけやったら、うん、ガチのアンティーク出てくるんで、うんうんうん、アンティーク。骨董品ね。そうそう。スペースユニットとか入れてくれたら、それか個人の名前、梶川陽子、田口愛理でなんか入れてもらったら出ると思います。はい、はい、あの先ほどもね、昔の曲を歌われてるのでアンティークっていうのもあると思いますって。そうなんです。そうなんですか。古き良き音楽をというテーマに、わお、はい、なるほど。でも本当はアンティークっていうのは100年以上経たないとアンティークって言うとダメです。そうだよ。まあでも歌詞は取らない、さすがに。そうです、歌詞は取らないし100年前の曲はないので割と古めなっていう。なるほど、うん、さすがということで、ありがとうございます。すごいすごいって言って、パチパチパチ来てます。はい、ありがとうございます。ということで、ぜひね、生でも聴きに来てください。ぜひ、はい、お願いいたします。はい、そんなアンティークのお二人でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ですよ、これから変わりましたのでね、ちょっと M ステ風やろとか言っちゃったりあのお聞きできるのでね、あのサンセットライブ の, あのゲストの皆様にも、アーティストの皆様にも、はい、これからはインタビューさせていただくことになりまして、リニューアルちょいちょい入れていくよ、リニューアルはい、ありがとうございました。ジングルを間違えることは、ところはリニューアルしても変わらない。はい、あのこちらでですね、ここでですね、隅の絵、あんなことをこんなことをありがとうございます。拍手もいただきました。このコーナーはですね、隅の絵区の情報と南港 ATC イベント情報をお届けします、しますということなんですけれども、はい、今まで隅の絵区のコーナーでやってたのがこんなネーミングになりました。ちょっとあのネーミングセンスもあのコメントくださいね。あ、それいいんちゃう、それあかんのちゃう言うて、あ、ありがとうございます。今ね、そう、あれアンティーク入れていただきました、すぐに飛べるように URL ね、ありがとうございます。ちょいちょいコメント入れてくださってありがとうございます。さて、隅の絵区なんですけれどもね、そしてですね、ATC のコーナーとか、隅の絵区のコーナーは全て合体することになりましたので、ぜひ南港にお住まいの皆様はここのコーナーチェックでございます。はい、早速参りましょう。 ATC のイベントですね、こちらは今まで通りね、言っていこうと思うんですけれども、ローカルヒーロースクランブルということで、こちらからで合ってるかな、逆か、あ、ごめんなさいね、ちょっと待ってよ。はい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 、やっぱり行こうか。はい、プリキュア、魔法使いプリキュア、ミラクルマジカルワールド、ここから行きましょう。もうね、スタンバってくれとったから。今年も ATC にプリキュアたちがやってくる。キュアップラパパ、もうこれ慣れてきたかな、キュアップラパパニアンみたいな、そんなのないの他にもちょっと呪文教えてください。これこの前も言ったから、キュアップラパパラパラパパは、はい、みんな集まれということでね、これは6月26日までやってるのでチェックです。あと、ふわふわキッズアドベンチャー2016年、こちらはですね、5月の21日22日限定なので、
来てみてくださいね。10時から5時までで ATC ホールであるということです。 ATC シーサイドハワイアンフェスティバル2016年、これがさっき言っとったやつですね。2016年5月の14日土曜日、マキさんが言ってはったやつです。これ本当にね、すごい大盛り上がりだし、で海辺のステージ、一番でっかい野外のステージであるのでチェックしてください。 NEXT ビーズフェスタ2016年スプリングということです。ビーズフェスタも結構やってるよな、 ATC、 そんな気がする。はい、素敵なねチラシとともにお送りしておりますが、5月26日から28日全部やってるということです。10時から17時5時までね、午後5時までやってるので、 ITM とここね、一緒 ITM と2階です。セントラルアトリウムっていうところがありますので、オズ島とか ITM とかいろいろあるので、ぜひそれは詳しくチェックしてから来てくださいね。 ATC でホームページでチェックしてください。ほんでからに最後や、これローカルヒーロースクランブル、これね何のスクランブルや思ったらね、大集合いうことです。 ATC これまた毎回結構盛り上がりで、電車のつり革などにも釣られてるよねチラシが、そうおって思うんやけど、はい、2016年の5月の28日土曜日限定、これは1日だけですよ、チャンスですよ。はい、11時からということです。ピロティン広場であるということで、観覧無料、これ観覧無料やで、ほんでこんだけ揃ってな、すごい、さすがヒーローやな、ね、ヒーロー正義、そうですよね、いうことです。本当にこんな私の拙い情報だけでは申し訳ないので、ぜひともホームページ、ATC のホームページからチェックしてくださいね、お願いします。で、住之江区役所からは今日は大丈夫ですね。はい、ということでネクスト参りましょうか。取材した、はい、住之江区役所のコーナーもここに入るってことなんですけれども、住之江区役所の各情報は当番組 Facebook ページにもリンクを貼っていますので、チェック、あ、ここでは言わんけども Facebook ページで結構流してるということで、南光サンセット TV のね Facebook ページで結構シェアしたりしてるので、それも南光サンセット TV の Facebook を見ろっちゅうこっちゃそこの、あれですよ、告知ですよ、そう、南光サンセット TV の Facebook ページにもいいねをお願いしますということです。はい、ネクストですね。はい、次これですね、取材動画報告コーナーなんですけれども、こちらもね、住之江あんなことこんなことに組み込まれることになりました。今回はですね、住之江区南加賀屋に新しくできたグループホーム、鶴さん亀さんの家の取材って大丈夫ですか、合ってますか、ほんまに、ほいだらばインタビューを理事長の、南光病院の理事長をね、三木康明さんに聞いてきたという、取材してきたということで、いかがでしょうか。難しい顔してる、ちょっと今シンキングバーなのでちょっと待っていうことなんですけれども、今日の取材報告動画コーナー、動画報告コーナーはもう一つあったりする、二つあるので、そのままね、チャンネルはそのままよ、本当にお願いしますね。ちょっとあのうちここへ言っとくわ、あなたの笑顔をスマイルチャッこれもどんどん言っていかないな行きました。はい、では取材 VTR スマイルチャック来たまあ、僕はもともと外科をやってたんですけども、お腹の中だけじゃなくて、その体だけじゃなくて心の勉強もしたいと思って、今は心療内科の外来をしてます。で、この認知症のことなんですけれども、でこれは我が住之江区の将来の人口ということですけれども、まあ、際立つのはやっぱり、若い人が少なくなるということが予想されてます。でこれは将来ですね、住之江区が医療や介護がどの程度必要になっていくかっていうのを予想されるグラフなんですけれども、やはりご高齢の方が増えてくると認知症の方もどうしても増えてくる、まあそれを考えますと将来こういうふうなグラフになって、高齢の方が増えてくると同時に認
知症の方も増えてくるという、まあ、原則は常に笑顔です。それと、まあ、絶対にしてはいけないこととして怒ったりせかしたり理屈で説明する。笑顔と優しささえあれば認知症の人も心を開いてくれる。南湖病院で、院長理事長をしてます三木康明です。よろしくお願いします。南湖病院は14年前から地域のグループホームを立ち上げて認知症に対する介護を墨田区で一番最初に始めたところです。で今鶴山亀山といって、認知症対応型のグループホームを墨田区内にいくつか立ち上げてますが、これからは地域にご高齢の方が増えてきて、そういう方々を地域で支えることが必要になると思います。これが加賀神殿です。はい、昔の大昔の商工会議所で、医療だけじゃなくて介護、それから、まあ、ハンディキャップがある方への手助けすることで住の役が、みんなが明るくて助け合って幸せな街、笑顔があふれる、いろんな人が集まってこれるバリアフリーな街になるように、そういうふうになるように手助けができたらな、あるいはリーダーシップを取っていけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ああ緑がいいな。ああはい、ありがとうございました。でも名前がなんともね、鶴さん亀さんの、はい、いうことでした。ありがとうございます。みきさん、またねこちらの方にもお願いします。ありがとうございました。その2、今のマイコンの高原工場見学ということなんですけれども、以前にね高原社長が南湖サンセット TV のゲストにも来てくださいました。それでいつでもいつもね、あの Facebook ページでコメントとかでも早くあのまた見学来てって言ってくださってて、やっとね今回ね行けたんですけれども、そちらの方の VTR を今から見ていきたいと思っております。 VTR スマイル。そうそう、行ってきました。裏側から入っちゃったっていうね。マイコンの高原工場見学に来ました。GO! いつも裏口から入ってある。完璧な姿勢を後から気づく。そうそうそう。
あ、ウィディオだった。イエーイ、見学に行ってきます。行きましょう。はい。昔はあのラジオ番組やってて、うん、でラジオ、ラジオ大阪ゲストですね。ここはあの、この裁断する部屋です。あ、いい部屋、いい匂い。北海道の、はい、でここでね、昆布裁断して、でこういう角切りになるんですよ。それが下に行って醤油で炊かれます。へえ、なんです。あとであのちりめんじゃこのちりめん山椒、今日はカットするんですね。わー二人ずつらしい。よう、飛行機。はい。撮影機やな。
手先室の方にします。はい。調味料はありとあらゆる調味料があって、どんな味付けでもできるようになってて、なるほど。で、うわ、ここはあの研究室で、ね、うん、工場で炊いたやつをサンプル持ってきて、一応チェックしてから店に出すのと、それからね、賞味期限設定したりね、この商品は3ヶ月の賞味期限でいけますので、配合版をしてもらうための、うん、これはね、液体クロマトグラフっていう、昆布の中に健康食品のサプリメントの成分が入ってるから、それが何ミリグラム入ってるかっていうことをチェックできる。マイコンに血圧とか糖尿の方でも食べていただけるようにっていう、そういうサプリメントの原料が入ってて、ここで研究してるもう一つ面白いのはね、壁紙、この壁紙、この壁紙を昆布の接着剤でつけてるの。へえ。でこれがね、その接着剤にするための実験をやったりするの。だからね、よく有機溶剤って言われて、ホームアルデヒド、シックハウス症候群になるような、はい、あれがこう出てくるやつを昆布の接着剤に置き換わると出てきてくる。で、それがね、4月1日から発売しだした。うわー、問題になりましたもんね、一回ね。それが回避されるってすごく、うん、これは、鶏の炊き込みご飯と、鯛の炊き込みご飯と、タコだ。胃液と同じ、酸、胃液と同じですよ。この大さじ1杯の油を浮かしていきます。で、ここでね、浮かんでる。あ、ほんまや。で、これにレモンで、これを飲みます。さっきと同じでね、飲みます。これをよっさよっさ混ぜると、もう固まるんですよ。うわ、ゼリー状に固まってね。だから、すごい、完全にこの油を掴んで、いい油で掴んで、レタス2個分の水溶接触の線が出てるから、これで固めて、もう目に見えて。このまま出しちゃう。すごい。だから油の吸収を減らす働きがある。これお腹が気になるあなたに、レモネールバージョン18。あれで終わってんの？はい、ありがとうございます。今ちょっと切れたっていうあれがあったんですけど、どうでしょうか？聞こえてます？声はソーシャルにちょっとコメントいただけたらなって思うんですけれども、切れた？どんなになんやろうか。小原さん、本当ありがとうございました。お付き合いね、本当にね、こと細かく教えていただいて、最初消毒するところから始まって1階2階3階全てにおいて細かく教えていただき、その時にたまたま来てはった取材の、お供させていただいたりとか、もうね、とにかくね、お忙しい方なんですけれどもね、全部教えていただきます。本当にありがとうございました。ゲストの時のアーカイブも YouTube でぜひ見てみてください。なのににまた貼ります。どこ の何回目に出ていただいたかっていうのもまた貼ろうと思ってます。今は OK です。来ましたよ、コムコムさん、ありがとうございます。コムラさん、今は OK やって、さっき切れたってことかな。録画はどんな感じですか？今までのですか？どうしましょう、とりあえずやっちゃいます。はい、ありがとうございました。ということです、住之江区の皆様の笑顔をスマイル。じゃあご協力ありがとうございました。シオンの時間。このコーナーは大阪シオンウィンドウオーケストラの情報をお届けコーナーになりました。本日は大阪シオンウィンドウオーケストラから事務局の山下美咲さんこと山美
にお越しいただいております。どうぞ。こと、こと逆やしな。いいね、でもヤマミやねん。こんばんは。こんばんはやね。やけどこんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。毎回来てくれてるあのチーロンが今回この前言ってたように長野にね、はい、昨日か今日からです。あ、今日から。今日からです。バスで8時間か7時間ぐらいで移動してます。今なんで今だよ。チーロン来てくれてるかな。バスの中でとか。いやでも大変な時間やと思う今、はい、お疲れ様で本当に今日はありがとうございます。こちらこそ。山見です。よろしくお願いします。お願いします。早速参りましょう。はい、はい、ですね、情報コーナーということで告知をしていただくんですけれども、今日は早速5月の5日のゴーゴーシオンの取材写真がありますということなので、プロデューサーが、ね、行ってきたその時の取材を行きましょうか。はい、お願いします。スマイルじゃあ写真とともにエマミーにいろいろどんな感じやったか聞こうと、はい、おーすごい晴れたんですね。すっごい晴れてますね。わー、もう暑かったと思います。すごくでも晴れてよかったです。ダメだったらね、うんうん、ここではできないので本当に。そうですよね、はい。それこそ先から言ってる ATC の中で一番広い野外ホール。そうです ね、はい、海辺の広場です。なかなか外でねこれだけの人数で吹くことはできないので、うんうん、すごい海辺のステージいいステージだと思います。はい、はい、これかあのチーロがあのツイートしてた あの椅子の数すごいって言って。あ、そうですね、椅子の数すごいやつです。本当に、うんうん、なんかね、うんうん、月一吹奏楽部っていうのをやってまして、毎月 それとうちの楽団員と混じってやらせてもらったやつですね、はい、そう、もう考えるだけですごい人数や。100人超えですね、本当。そうか、はい、参加者が毎月100名超えるんです、うんうん、プラスうちの学院なんで、いや結構多いですね、本当に。多いですね、多かった。150ぐらいとかですかね。音的にもやっぱりそれはもう迫力ですごいですね、本当。ですよね、はい、そっかそっか。これはしかも梅田の広場でしかできないね。そうですね、梅の、うん、はい、ステージでしか。いいステージだったと思います。はい、多分ね、こうやってだってこんなに、うん、あ、これ横もや、ね、横は中学生さんで合同でやらせてもらいまして、うんうん、そうかそうか、はい、その後ろが観客の方々ね。そうですね、はい、うん、海が見えてサンフラワーも見えるステージでした、はい、あ、そっか、あきらさんや。そうなんです、うちの宮川あきらさんの式でやらせてもらいました。すごい盛り上がってましたね、やっぱりあきらさんのおかげでも、ね、もうだってこんな遠いとこからの写真やのにこの直帰で一発で分かるって。直帰と髪型のこの、はい、ここのシルエットね、ここで分かるっていう。すごいな。いや、近いところでも遠いところでもやっぱりすごいですね、お客さん。はい、入りますよということなんですけれども、毎回やっぱりあの山見もあの、はい、ATC であるイベントって結構見に行ったりします。私は ATC のイベントはなかなか、うんうん、あ、仕事が重なったりやっぱりする重なったりしたりしますので、うんうん、なかなか来ないですね。はい、はい、ということでした。ありがとうございました、お越しの皆様。はい、なるほどでしたね、はい、で5日が終わって、はい、ではでは次回の告知などありましたら、はい、お願いしたいと思います。まずなんですけど、はいはい、タロン、はい、あ、毎回ね、はい、吹奏楽フェスタ2016ですね。やっと、先日明石が終わりまして、はいはい、次春日井ですかね。春日井ね、春日井で、はい、京阪なですね、うんうん、あと都の城があるんか。そうや、それが先にあるのかな。そうですね、うんうんうん、はい、そうなんです、うんうん、でここちょっと、うん、ちょっと特別なお話なんですけど、出ましたよ。ちょっとここのね、特別裏情報みたいな、ちょっとこれも考える、この名前もネーミングね。出ましたよ。そうなんです、うんうん、うち、吹奏楽コンクールなどの参考演奏とかしてまして、はいはい、今回2016年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲の、うん、はい、なんとかな、すみません、うんうん、名前忘れちゃった。吹奏楽の、ね、うんうん、参
公演奏の動画をほいほいほい DVD 化しまして、ほう、なんとなんとこれは吹奏楽フェスタのみで限定で販売することになりました。あらまあ本当に限定品です。限定品、はい、DVD、うんうん、DVD にしたのはこれのみなんです。吹奏楽フェスタでしか売らない分のみなんですよ本当に。はい、初のだから大阪シオンウィンドウオーケストラ初の DVD、ね、そうです。パート別で収録させてもらってるんですけど、なんとまあ、はい、スペシャリーな、しかも値段が1000円という安さです。学生さんにすっごい人気なんですよ本当に。そうやろな、はい、1000円1枚で買えますっていうのがちょっとこれお得です。もう普通の驚きにしちゃうだもん。そうやろな、それで吹奏楽の子とかでもね絶対気になると思う、はい、そうなんです。お得、お得です。もしその吹奏楽フェスタに来れないっていう方がいらっしゃいましたら、うんうん、うちウェブレッスン会員も募集してあの、うんうん、登録できまして、はい、ウェブレッスン会員になっていただけるとですね、まあ、その DVD の内容が見れるというのがあります、うん、もしよろしければウェブレッスン会員になってください。よろしくお願いします、はい、ぜひぜひ。すごいな、限定情報でした。限定情報ですこれ。でもう一つなんですけども、うん、はい、秋ですね、はい、うちの出ました。どんな感じでしょうか。今6月24日、はい、シンフォニーホールでさせてもらいます、うん、ね、これちょっとお願いがありまして、ね、これチラシなんですけども、うん、大阪市営地下鉄のところにですね、うん、ポスターを何箇所かに貼らせてもらってるんです、はいはい、でちょっとね場所が分かりづらいんですけども、おう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 、見つけてもらったら一緒に宣伝してほしくて、うん、ハッシュタグ大阪シオンってカタカナで書いていただきまして、はい、Twitter、Facebook、Instagram なので一緒に宣伝していただければすごいありがたいので、イエーイ、よろしくお願いいたします。これあの山見手書きで書いてくださって、あ、手書きで書きました。はい、すみません。いや、わかりやすい、ありがとう。ハッシュタグ大阪シオンですよ、はい、カタカナで、はい、カタカナね、カタカナポイントだよね。ポイントです。はい、ツイッター、インスタ、そしてフェイスブック、FB で、はい、使ってください。よろしくお願いします。そうです。何でもいいですよね。なんか、はい、発見みたいな、チラシ発見みたいな。そうなんです。チラシ発見っていう感じで、はいはい、お願いします。試してね。はい、はい、お願いします。はい、まあ、以上です。はい、ということです。はい、あのチーロンそれこそあの。ロッチュネットは道中多分ツイッターとかも上げると思うので、はい、ヤマミはあんまりツイッターしない。ツイッター一応してるんですけども、してる本当に SNS 苦手でなかなか更新しないんです。私一緒、はい、そうやな、はい、何を書いてるのかわからないみたいな。そうやね、なんかでもね、シオン自体はすごいツイッターに力入れて最近、そうですね、見てください、本当になのでね、はい、うんうん、それも見てみてください、はい、はい、ありがとうございました。またまた次回はきっとチーロンが来てくれるかなと思います。そうですね、ます。でもヤマミもぜひまた、はい、たまに来させてもらいます。よろしくお願いします。ヤマミでした。ありがとうございます。はい、これも言うとこうかね、お問い合わせチケット予約は大阪シオンウィンドウオーケストラフリーコールですね、0800-919-5508 0800-919-5508 番までよろしくお願いいたします。ここでお知らせなんですけれども、写真を出そうと思います。民営化したシオンの事務方として頑張ってこられた前田恭司さんが4月の27日にお亡くなりになりました。NHK のドキュメンタリーにも登場され、最高に愛したシオンのために数々の企画やアイデアで盛り上げてこられ、当番組にも出演する予定だったんですけれども、その日を迎える前に入院されて、大変残念だったんですけれども、この輪をお借りして心より、お祈りいたしますということです。南光サンセット TV はこれからもシオンを応援しますということなんですけれども、本当に、ね、NHK のドキュメンタリーを見させていただいて、ぜひ突撃しようということで会いに行ったことがあって、もうその時にもね、もうね、すごい迫力なんですよ。シオンのためにこれからどん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 やっていこうっていう時にね、すごいクリエイティブな発想も全然尽きなくて、目がキラキラしてたのを覚えております。ご家族のためにも皆さんでお祈りをお願いしますということです。シオンのコーナーでした。
よ。いつもね、最後にシンガーラブソングライターユナ歌わせていただいたんですけれども、これからですね、ユナのナノネスタジオという名前に変わりましたということなんですけれども、これからね、この中でもいろいろと言っていこうと、発信していこうと思うんですけれども、私ユナシンガーラブソングライター5月の21日土曜日ですねに、東京の代々木でアルティカという、ライブハウスバーなんですけれども、この間そこで東京初のライブをさせていただきました。で、今回また2回目ね、5月21日決まっております。次はツーマンライブということなので、この前は4組の時に出させていただいたのかな。今回はたっぷりと1時間ぐらい歌わせていただくので、ステージいただいているので、ぜひとも東京の方、関東の方、お越しいただけたらなと思っております。そしてですね、今回1曲ご用意しております。新曲、タラー、はい、新曲ということなんですけど、笑顔花という曲を持ってきました。南光サンセット TV リニューアルということでですね、オープニングテーマも変えたらどうかなと思って、こちらうまいこといけば今度からかな、はい、させていただこうと思っております。もうね、ぴったりなんですよ。笑顔花っていう曲がちょうどね、同じ時にできて、はい、お届けしたいなって思います。それではジョイナース。みんなもお願い。してサザンカ、目と目を合わせて手と手をつなげば、空が少し色を変えて、心と心が絆をつないだ、明日も咲き誇れ笑顔。
みんなこれ覚えて毎回ポンポンってやってほしくてそう、これをね、これからちょっと録音してですね、南光サンセット TV のオープニングテーマにしたいかなって思っております。もうね、説明はしません。もう言葉で歌詞になってるのでね、本当に明日も咲き誇れ笑顔花って、笑顔花っていうのはまあまあ勝手に自分が決めた造語なんですけれども、サザンカとミツバチが出てくるので、ちょうどいいかなと思って、サザンカね、そうそう、スミノエクのゆるキャラのサザピサザンカですね。そうそうそう、そんなこんなでありがとうございました。こちらの曲もですね、できれば5月21日アルティカで初披露させていただけたらなと思っております。シンガーラブソングライダーユナ、よろしくお願いします。ユナのなのにでブログもやっております。また今日初めて見てくださってる方おるかもしれへんけど、大阪生まれ大阪育ち、しかしながら今は東京に住んでいるということで、今度は沖縄に住んでみたいなと思ってる次第ですが月に2回第2、第4火曜日は南光サンセット TV 帰ってきてもらいます。ナビゲーター&スマイルハンターさせていただいておりますので、ぜひともね、これからも、でも今日のゲストのさ、マキさんも言ってたけど、すごいなんかグローバルで、サンフラワーがやっぱりあるからね、アジアの玄関口って言われてる南光なので、もっともっと広い惑星域で、惑星銀河の域で、勢いでね、はい、発信していけたらなと思っております。今日は始まりちょっと遅くなってごめんなさいでした。しやけどどない、今は繋がってない、途中で途切れたけども大丈夫って入ってますね。はい、ライブのたびに説明してくれないと忘れるからえ、いやよ、パチパチ、もう覚えて小室さん、そんなやっと湯の節、はい、ありがとうございます。で、一番最後のクロージングの時は口癖フレーズになってるので、はい、ぜひともお願いします。次回ですね、ちょっと待ってよ、そう、5月の24日やね、はい、5月の24日、今ね、ほんでね、私が歌って喋ってる間、歌ってる間どっちやろうか、南光サンセットフォトトークできるかな。あ、そっかそっか、今日はね、まだということで、でも丸尾さんから届いてたりとか、あ、今から、はい、このね、おしゃべりしてる、最後におしゃべりしてる間に来るかな。来るかなどうなんだろう、来ました、うわー、鯉のぼりがある、素敵、わーい。そう、最後ね、このね、次回の報告をしてる時にこうやってね流していこうと思っております。いやー素敵、ありがとうございます。丸田さん、次回南光サンセット TV なんですけれども、5月の24日火曜日18時からよ。今日も18時からっていうことでスタンバイしてくださった皆様ありがとうございます。ゲストトークに住之江区の新区長西原昇さんをお呼びいたします。来ていただけるということで、この間ね、ちょっと取材報告で出演してはりましたが、はい、今日は今回はゲストで出てくれるということで、あと素敵なサンセットライブに住之江区情報、 ATC 情報、シオン情報、フォト投稿、その他盛りだくさんの情報で、観覧無料の公開配信をしております。そうなんですよ、サンセットホールで見に来ていただけるのに、さっきな、ゆらさん時間なくてさ、始めるときにほんでさ、なのになのにをとりあえずあげないと、ここ落ちしないとって思って売ったんよ、売ったけど、ね、今日はね、サンセットホールまでの順路を写真で撮っていったの、パシャ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 、でもそれを乗っけただけでまだね、説明書いてないからみんなこの写真たちは一体何やと思ってると思うねんけど、ちょ、後で説明加えるから待って、ちょっと待って、そんな焦らんとちょっと待ってな、ちょっとだけ時間をくださいということなので、またね、サンセットホールの行き道、順路ね、写真を追ってユナが説明しますので、ユナのなのにね、ブログで説明するので、そちらの方もお見逃しなくてございます。笑顔が集まるソーシャルスマイリー、ソーシャルスマイリーポート南光サンセット TV をまたお会いしましょうということです。ありがとうございました。ではではまたね、チャオ。あ、変わってる、ありがとうございます、マイルになってるイエーイ。